フェリペジアホーネ、フェリペジアホーネは、ブラジルサンパウロ出身のカーレースドライバーである。2001年から2006年にかけ、米国のオープンホイールレース選手権である、インディレーシングリーグに参戦していた。1999年にインディライツ選手権に参戦、ブラジル出身の元 F1 世界チャンピオンである、ネルソン・ピケに指導を受けた。2001年にインディレーシングリーグに、 モーナンレーシングからデビューを飾り、年間ランキング6位を獲得。その年のルーキー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。翌2002年には、ケンタッキースピードウェイで開催された第12戦で、初優勝を飾り、インディ500でも、決勝で3位に入る活躍を見せる。ここまでは順風であったが、2003年と2004年は、中断に渦漏れ、2005年、2006年は、 R にホイトレーシングから数戦にスポット参戦したのみで目立った成績を上げることはなかった。2005年までホイトレーシングのドライバーだった A.J. ホイト4世が R からナスカールに転向したためジアフォーネはチームオーナーである A.J. ホイトによってレギュラードライバーとして抜擢され R にフル参戦することとなったが一疎通の問題から発生をもって解雇されてしまった。 2007年はブラジルに戻り、フォーミュラトラック選手権に参戦している。ブラジルのレース一族の一つであるジアフォーネ家に生まれた。父親は1987年のストックカーブラジル選手権チャンピオンであるゼッカ、ジアフォーネ、おじは同じく1979年のストックカーブラジル選手権チャンピオンであるアフォンソ、いとこにあるドライバーのアフォンソジアフォーネを持つ。 十枚のシルバーナジアフォーネは、ルーベンス・バリチェロの妻である。ありがとうございます。